皆さんこんち、タケノコの里より松茸のお吸い物派のゆずきゆかりです。派閥の土俵が違うからね。皆さんこんち、ゆっくりレミリアです。今回使う武器はワールドウォー2で最も使われている SMG ノーマルの PPSH を使っていきたいと思います。アップデートが来ても変更点がなく、 e スポーツや混合でもナンバーワンのピック率を誇る、もはやこのゲームの看板武器と言っても過言ではありません。確かにこの武器好きな人多いし、ロビーには必ず使ってる人いるけど、なんでヒロエッグとかエピックの PPSH 持ってるのに使わない。個人的にバリアントの PPSH のアイアンサイトが見づらいのと、あとフレンドさんのプラベにお誘いしてもらって調子乗ってイースポもやっているので、 PPSH 使うときはノーマルで統一してますね。あ、そうですか。聞いといてその反応ですか。でもなんでこのタイミングで PPSH 使うの。アップデで新武器がかなり追加されてるのになんで使わないの。もう新武器の動画出したって大物実況者さんやゆっくり実況の方々が出してるし、このタイミングで出したら、お前今更新武器動画かよ、チョコレートをカカオから作ってこいよとか言われそうで怖いんです。後半ゲームには関係ないこと言われてない。さすがにカカオからチョコレート作るのは嫌なので、最初からあるデフォルト武器を使って、視聴者の皆さんに改めて性能など知ってもらう動画にしようかなって思ってます。カカオに対して何か恐怖心でもあるの。なんやかんやで滑空爆弾まで溜まりました。スコスト使うの下手くそなのによく溜めたね。ボソ。お嬢様聞こえてますよ。ここは出ないで、敵が入ってくるところを倒す方がいいですね。あれ、敵固くない。微妙な横移動で避けられたね。さあ今週の滑空爆弾のお時間です。今週は誰に当たるのでしょうか。毎週動画投稿してないくせに今週もクソもあるか。そして皆さんお待ちかねのレミリアさんみたいな金持ちによる人殺し戦闘機がやってまいりました。私をサイコパスの金持ちみたいな例え方しないで。ここでレミリアさんにマジックを見せてあげましょう。え、いくらなんでもそれ高のためにマジックなんて。このキルログ何。まあこれがゆかりイズマジック。名前ダサすぎるだろ。これあれでしょ、テキリス側に置いてある車がスコストによってダメージ受けて爆発したら、偶然近くにいた2人が巻き込まれただけでしょ。数秒前にドヤ顔でゆかりイズマジックって言った私を殴るか、恥ずかしいあまりに上りモーションして打ち負けました。武器の迷彩変わってるね。いつもならヒロエッグバリアントにクローム迷彩つけて自慢げにプレイしてるのに、今日は違うんだ。さりげなくディスられて心に来るんですけど、この迷彩は大型アップデートで追加されたカーボン迷彩なんですよ。最近クローム迷彩がマンネリ化してる頃に、この迷彩来てからずっとカーボン迷彩使ってますね。でもこの迷彩ガチャでしか手に入らないので、今のところ SMG と近接武器しかなくて、最近使い出した AR が出てないので課金してまで当ててます。また課金してるのか。最近飽きてきて別ゲーやってるのに課金だけはするんだ。フォートナイトでスキンに課金したのにビクロイできなくて泣いてます。そっちでも課金してるんかい。どんなゲームも武器より衣装やアクセサリーに課金して手に入れちゃうのが私の悪い癖。ていうかさっきライフルグレネードで倒されましたけど、あれ卑怯じゃない。地味に追加されてるのに誰も使ってない武器で倒されるの、なんか新鮮ですね。何ですか、突然の魔女宣言ですか。そういう意図で言ってないですからね。ようやくあなたを見つけましたよ。ふふふふふふふ。言い方がストーカーのそれじゃねえか。あなたのものは私のもの、わざわざ私に会いに来てくれたんだね。ゆかり嬉しい。離れないでよ。寂しいのは嫌。今日がヤンデレのそれじゃねえか。敵さんアクロバティックにジャンプしてきたけど足大丈夫かな。心配するとこそこじゃなくない。私、まだ、ここに、いるね。だから、敵、倒す。どうしたの、言語能力なくなったの。よしよし、これで落ち着いてタグ回収できますね。今回は勝利に貢献しますよ。対偵察機のせいで、偵察機出せないのはだるすぎの極みよ。ちゃんとアナウンス聞かないとダメだぞ。やばいやばい死にそう。マジやばたにえん。偵察機出てくれよ。パクしろよ。出せないのに必死に偵察機呼ぶのは草。焦りすぎてエイム合わなくて打ち負けるのは草。だから偵察機早く出ろよ、アクしろよ。話聞いてる？対偵察機は地味に仕事するので、皆さんも使ってみてね。気を持って教えてくれるのはいいけど、この動画 PPSH についての動画だからね。銅像付近に敵いないので、このまま倉庫まで上がっちゃいましょう。ミニマップがジャミングされているので、この辺りで伏せて待ちましょう。階段を警戒してくれたおかげで私の場所をクリアリングされなくてよかった。そしてこのまま入り口警戒しましょう。味方さんの空挺部隊が出てるから、そっちに警戒してる今がチャンスだね。戦闘機から逃げた先には私がいるんです。私の飛び込みも水の泡。片手に反応したあなたもこんにちは。ちょっと無理してタグ回収したいけど、もう敵が詰めてきた。さすがにこの場所はもう警戒されるよね。そして味方さんの空挺部隊が大暴れして試合に勝つことができました。PPSH はバランスが良く誰もが使える武器なので、PPSH をベースに他の SMG との性能などを比べるのがいいと思います。初心者の方もこの武器で慣れていけば十分戦っていけます。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ゆずきゆかりと、ゆっくりレミリアでした。